サンド、サニーとのサチャと、イエーイ。前回の JK 女子高校生の携帯の検索履歴を見てみたの続編の男子高校生の方やっていきたいと思います。私たちがこっちの方したかったやつだよ。こっちの方がちょっとユキも興味はね、興味あるよね、正直ね。ごちそうさまです。男の子を見つけていきたいなと思います。はい、やっていきたいと思います。さて、ゆうき、どんな男子高校生がタイプ？爽やか系。爽やか系、芸能人で例えると、うん、イケメンなら何でもって感じ。ゆうきは高校生いける？僕は、年齢はあんまり気にしないので、はい、上だろうが下だろうが、ね、法律上あんまりよろしくないんだ。18歳けど何歳までいける？ブラマイ10。あ、まあ、マイナスは10、やばいけど。13歳とか14歳とか、13歳やばいけど、まあ、10個上とかならば。だから結局話が合えば、まあそうだよね、離れすぎるとジェネレーションギャップでちょっと話が合わないなとかがあるから、なんか疲れちゃう。なんかでも高校生、男子高校生カラオケとか入っちゃってそうだよね。確かにね、まあ、みんな遊ぶもんね。勇気を探す。男子高校生ファンタ、急に撮り始めるのやめてもらっていいですか？いないくない。いや、ドアップだな。ちょっとそれ好きだわ。男子高校生がいません。いました？高校生かわいいの。あ、全然見当たらない。何なの今日？火曜日だっけ？火曜日か。撮影期間とかなの？テスト期間とかなの？あ、テスト期間だよ今。あれそう。ちょうど。だからじゃん。みんななんかテストテストって言ってたもん。真面目な子とかが逆に遊べんじゃない？あの普段から勉強してるから。あのちょっとチャラついてる子のたちはもう必死こいで今もう、あ、やべやべ。今のところ収穫ゼロです。そういうこと。一人もいません。いませんの、いませんの。あ、途中でパパのビーズ。うーん、いました。まさかの遭遇。ピカスカさん、すごいいいカメラ買ってる、使ってるやん。あ、これあの事務所の。今何してるんですか？今 DK を襲うっていう動画。あ、 DK を襲う、どうですか？あ、 DK にはちょっと無理か。無理か。え、デブイ工事ですけど。デブイ工事。デブイ工事です。どうですか、デブイ工事。あの、男子高校生。あ、男子高校生。何やつ言うて。履歴をね、見せてもらおうとしてるのよ。 JK やってたやん。 JK やってて、今回は男子高校生にしようかなと思って言うんだけど、なんかすごい真面目そうな子ばっかだね。あー、確かに真面目そうな子こそ闇が深いね。深いかな。ごめんね、ちょっと全然みんな話しかけて。え、また今度コラボしよう。よかったらしてください。ぜひパパラピーズのお二人方でした。バイバイ。全然いません。ただいまの時間58分です。全然いないね。週末にやっちゃいたいよね。週末にやれたらいいよね。っていうか、私はもう高校生とちょっとイチャイチャした。もうこれさ、ただの勇気のサウナが原宿散歩じゃん。悠々散歩。2年前ぐらいでしょうか、1年ほどぐらい勤めさせていただきます。原宿ラフォーレットでございます。ゆうきさんはラフォーレで買い物しますか？たまに買い物いたします。最近はしてないけど。ゆうき、どこで買い物するの？ラフォーレもするし、いろいろ。もう、ね、日本で買わないっても最近は本当に韓国に行った時のバカが。はい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 。男子高校生がいないから、もうゆうきのアナザースカイみたいになってきた。もうちょっと行ったところに、あのよく休憩時間にあのランチをしたナカフェっていうカフェがあって、健康にいいお米を使ったオムライスとかが。ちょっと雑音が入ります。雑音と映像の乱れが今起きております。映像の乱れ、こちら雑音のせいですね。はい、まあ一周してきましたね。なんかアナザースカイ、ちょっとひんやりして、達也結構震え始めました。マジでいない。びっくりです。いないね、ゆき。もう夜ですよ。もう暗いです。寒すぎて下場でアールグレーラテを買いました。なんかさ、この時間までいないってなるとさ、ちょっときついよね。これ何回目撮るの、ここ？もうね、4往復目くらい。ゴリラもいなかったしね。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ。バラずに行けるかどうかみたいな動画になってる。ポッチャキャラみたいな。
ありがとうございます。渋谷に戻ってまいりましたが、はい、2回目の渋谷ですが、もう夜だからいるわけがない。約2時間ぐらい探しましたが、世の中の男子高校生はどこに消えてしまったのでしょうか。カラオケ行くとかさ、ご飯行くとかさ、もっと社会科勉強みたいなことをね、した方がいいと思う。今日は勇気で一本の動画になりましたが、どれだけあった。お蔵入りになると思います。もう本当にない。男子高校生がいません。どういう動画を。ということでチャンネル登録、高評価、 YouTube のコメント、そして Twitter のフォローもお願いします。ということでセカンドストリートの達也と勇気でした。これだけあった。